てんてててててれれれてれれれれてんウィーニングポスト82017はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、湯豆腐にはポン酢でしょうです。 G1 制覇の旅第138夜、本日のメインは香港スプリント、フラワーが出走します。スプリンターズステークスマイルチャンピオンシップと勝利したフラワー、香港スプリントに勝利しスピードの女王の称号を得ましょう。おはようございます。いやー、残り1ヶ月になりましたね。本日のメインはまあリリーになんのかな、フラワーになんのかなってとこ、どっちかですね。難しい。いや、フラワーかな、香港スプリント、これがメインですね。今日12月の4週まで進めていきたいと思います。12月1週がね、結構レースあるんですけども、それ以降が全然ないんですよね。よし、やっていきますか。12月4週は、有馬記念とホープフルステークスだけにしました。よし、行こうか。まあ海外でのな、まあ人気がないからな、6番人気もまあ納得だろう。勝てるぞ。リリーはね、作戦追うなんだ、追うが強いから。よし、行ってこい、勝とうぜ。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。レジェンドメール、これは好スタート。アロハエンプレス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してレジェンドメール花に立ちます。その後ろからはスカイストーリー、頑張れよリリー、構えです。さらにはアロハエンプレス、5番ストーミーウェイブル、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはレジェンドメール、これに続くのがミッキーサンセット。並んで9番メイクセーバー、ストーミーウェイブル、この馬もこのグループ。すぐ隣にスカイストーリー、アロハエンプレス、すぐ後ろ、その外にクリス・ザ・フレーム、フローレスリー、そのうちに続いています。その後ろからはウィナーズ・モントレー、ピンクの帽子、レガシー・セナ、その後ろマノリー・リリー、最高峰。ここからどういう競馬を見せるでしょうか。さあ、セットはどういう競馬とビシッとさせるわけですよ。ミッキー・サンセット、レジェンド・メール、3番手マノリー・リリー、いい位置です。先頭、さあリリー頑張れ。最後の追い比べ、先頭はミッキーサンセット、ミッキーサンセット、先頭ミッキーサンセット。さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 先頭はメイクセーバー、残り 100m、 フローレスリー抜けた、スカイストーリー追いすがります。フローレスリー、いやー、いい足見せたけどな。にはどうやらレイディシャール勝ったのは見事な勝利です。なんか勢い的になんか海外も行けっかなって思ったけどなリリーな。きつかったか、本当にきつかったなって感じがするな。作戦を差しにしてもなんか、厳しいな。追うなんだね、作戦は。いらっしゃい。5頭しかいないのか、寂しいな。阪神競馬場、本日の第6レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。オートクラフト前に行きそうです。東海フラワー頑張ってほしいですね。さらにはサーガートラス、4番ザッツザセイント、その後ろマノリータイシン、後ろからになりそうです。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前はオートクラフト、2番手は東海オーシャン、ザッツザセイント、3番手マノリータイシン、なんちゃら多分男の子も一緒に走るでしょ。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオートクラフト、東海オーシャン、男の子を乗り越えてもらえないね。サーガートラス、その後ろ、その隣からはザッツザセイント、マノリータイシン、最後方。さあ先頭はオートクラフト、東海オーシャン続いています。その後からはザッツザセイント、最後方からサーガートラス、いける、これはいける、いける、いける。先頭に立ったのはなんかすげえ寂しいことしかいないって。2番手はオートクラフト、オートクラフト必死に追います。
この差は果たして縮まるか。いや縮まらん縮まらん。これは先頭だ。後続は大きく圧倒的だわ。耐震強いわ。東海オーシャンマノリー耐震独走、マノリー耐震ぶっちぎりです。マノリー耐震1着2着は東海オーシャン。これは物が違う。マノリー耐震ホープフルステークス出る本当出したいぐらいよ。超強かったよ。めっちゃ強えな。1600で忙しいってことはホープフルステークスなんてちょうどいいじゃん。出るマジで出してえな。ほんとなんかそんだけなんか勝てんじゃないかってぐらい強かったもんな。最近は知り合いが増えてきたな。こんにちはって言われることが増えてきた気がするわ。おっかないのがさ、阪神競馬場これで明日のレース負けるっていうのはね、何よりも怖いよ。ファイネルアース、これは好スタート。ノーソシャルマン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてノーソシャルマン行きました。これに続いてサンタフェキャップ、内からはアグネスマスター、好位置をキープしています。マノリーフライト、すぐ後ろに当選スペイン、その隣にポーショーメイク、その横にハイキサンダース、マイネルアース、そのうちに続いています。その隣にレーシントゥルース、夢芝居、そのうちに続いています。内からはマイシンザン、ケーキシャイン、それに続いています。内からはギャロップジュディ、しんがりからウィンドエバーと各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここでアグネスマスター先頭に変わりました。2番手はマノリーフライト、絶好の手応えです。夢芝居3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アグネスマスター先頭、マノリーフライト先頭、2番手はアグネスマスター、あと 200m マノリーフライト先頭だ。残り 100m マノリーフライト先頭、2番手はマイネルアース、強いマノリーフライト1着、マノリーフライト完勝、マノリーフライト1着。もう連勝でいくよ。これはつなぎにつなぎまくるよ明日まで。そうそうそう、この3600、まあ距離的にはちょっとさ300足りてないんだけど、これねちょっと楽しみにしてたんだよね。長距離のレースがやっぱね好きなんだろうね。どうしようもなく好きなんだよ俺が。あーもう長距離王者のキングが取ってるもんな、しっかりな。懐かしいな、マノリキングな。本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマノリーシャワー、メジロパーマ。ゆっくりできるんだよね長距離のレースって。大方の予想通りメジロパーマ、なんかすごく好きだわ、のんびりできるマノリーシャワー。釣りかけていきました。さらにはマイネルアイス、黄金の馬体、メジロデジャブー、その後ろでは前の方からストーンサリー先手を取りました。2番手に漆黒の馬体、マノリーシャワー、その外にアポロローマ、メジロパーマ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはストーンサリー、その隣にアポロローマ、その横にバトルウィンザー、メジロパーマ、それに続きます。好位置をキープしています。マノリーシャワー、その外からメジロデジャブー、青の帽子シャワーブレーブ。じゃあ長距離のレースだし関係のない話でもしようか。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。俺桃引きってね現在毎年履くんだよね冬になったらね。前走は大敗してしまいましたが今日はどうでしょうか。最近履いてないんだ。先手を取ったのはやっぱ寒いよねっていうすごくどうでもいい話を言いました。メジロパーマ、その後ろからはバトルウィンザー、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。先頭から最高峰までおよそ10馬身。うわーてか久々長いレース走ってる。長いねやっぱね、長く感じるね。先手を取りました。すぐ後ろにアポロローマ、少し開いてバトルウィンザー。いやーマノリーキング好きだったな。メジロパーマ、そのうちに続いています。その隣にメジロデジャブー、その横に大優作。なんか本当になんだろう、こう馬並みの長距離王者だったな。第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはストーンサリー、すぐ隣にアポロローマ、これね、この企画終わったらね、すっげえやりたいことがあって。大優作、その隣に月ハート、栗色の馬体、シャワーブレーブ、バトルウィンザー、この馬もこの今俺食事制限してるじゃない。
その食事制限解除の日に、なんかお菓子とか食べながらこのゲームをただただのんびりとやりたい。第3コーナーのカーブに差し掛かりました。っていうのがあるんだよね。どうしてもこの動画のスタイルに今俺がもう飽きちゃってるから知らないんだけど、その動画のこととか全く考えずに、ただただシンプルにこのゲームを楽しみたい。すげえのんびり楽しめるゲームじゃんこれって。先頭に立ったのはアポロローマン。あと 200m いけるぞ。残り 100m、 マノリーシャワー先頭、アポロローマン迫る。やはり強いマノリーシャワー。いいね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 。気持ちいいんだよなこの長距離勝つとな。見事な勝利です。これはいい、気持ちいい、気分がいい。いやいいね、長距離、長距離って手もあるな、シャワーのこの先。あ、阪神 JF があるのか、明日じゃねえや、阪神競馬場、本日の耐久レースの発走です。生ラッキー邪魔じゃねえ。オートソンに、これは好スタート。ジャックメール、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがジャックメール、続いていくのがオートソング、その外からタイムトゥマンボ、その外にコクトカフェ、並んで連勝中のノーブルアイス、アロママウンテン、この馬もこのグループ。いやー、ウィンドウズ版買おうかな、迷うな。スイートガール、この位置です。黒の帽子、2018、その後ろ、すぐ後ろにハイキモア。あの魅力的なのはさ、距離適正の幅とかを自由にいじれるじゃん。いじれるっていうか成長させられるっぽいじゃん。2番手はタイムトゥマンボ、オートソング、3番手スイートガール、いい位置です。ウィンドウズ版魅力感じるわ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ジャックメール先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 マノリーロケット伸びてきた。いやロケットも勝っちゃおう、ここ勝っちゃおう。マノリーロケット粘る、スイートガール行っちゃおう、伸びろ、刺せ、よし、オッケー。マノリーロケット、マノリーロケット1着、2着にはどうやらこのまま行くぞ。見事に勝ちました。勝ち続けろ馬並み。スイートガール2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。いいぞロケット。ちょっとあれ見せやすいてんね、馬情報、出走登録を確認しないと。5頭入ってるのね。はいはい、帝王だけ出走で、ゼロも回避、リリー回避、フラワー回避。あ、これで終わり。1、2、3、4、5、6。あれ、回避、回避、オッケー、間違いない。間違えられないかんね、ここね。オッケーですね。はい、オッケーです。いやー、北斗ベガの渾身仕上げはな、成長がと遅めなんだよ。まだなんかこの先なんかありそうな気がするんだよな、ここぞという時がね。やろう、絶対に取る。こんにちは、はい、はい、そんな簡単にマリノス入れんの？そういうもんなの？そういうもんなの？
大丈夫そうかな。12月のレースは何も入ってないですね。大丈夫ですね。よし、今日残り2レース、勝ちましょう。フラワーなめんなよ、ロックソングだ。フラワーなめんなよマジで。ここじゃ男の子か女の子か分かんねえのか。あ、ここで分かるか。男の子も女の子もいるんですね。ロックソングスピードの女王だかな。スピードの女王を超えてやるよ。行ってこいフラワー。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはインディアンビッグ。綺麗なスタートを切りました。スピードの女王の称号を奪い取ってこい。行きました。続いて前へ行くのはロックソング、さらにはシャイニングハット、G1 馬、セイントマインド、その後ろファイトルーラー。後方から前に戻りましょう。ロックソング先手を取りました。大きく離れました。シャイニングハット緑の帽子、セニアが順番に割るな。その後ろマノリーフラワー後位をキープ。内からはセイントマインド、緑の帽子インディアンビッグ、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに、さあフラワー行け。ソング先頭、後続大きくちぎれました。2番手はマノリーフラワー。マノリーフラワー必死に追います。行けるぞ、さっさー。インディアンビッグ頑張る。ここで先頭変わりました。行け。先頭はマノリーフラワー。マノリーフラワーもう一人、行け。ゴールイン。マノリーフラワー1着、2着にはどうやらシェイクアルバドゥ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マノリーフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そうだろう、うん、いいね男まさり。いや本当にね、牝馬は根本さんに預けとくとね安心できるわ。マックスジョリーが厄介ってやつですね。さあ北斗ベア勝とう。明日につなげよう。今日の馬並みやべえから半端ないから。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は最内枠がこの馬にどう影響するのか。鞍上は牝馬の騎乗に定評あり、いざ G1 の大舞台、陣営 G1 の大舞台。この馬はどんな走りを。前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような先頭でレースを引っ張るのはこの馬か。この馬の逃げっぷりがレース G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ダンスインザフリー、え、なんて4位、なんて読むの。この馬が今日の2番人気です。ジョッキーの人の名前、注目が集まります。4位くらいでシクライさん、フリー色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。 C さん、なんて読むんだろうね。ブレイクルーラ、前走で敗れはしましたが、まだ2回直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターン。鞍上は人気薄での名手。この馬も虎視眈々と G1 制、G1 の大舞台。ファンはこの馬を一番人気に支持しました。森さんが乗ってんのか。前走での構想はこの馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。あれだよね、ホープフルステックス、人気ジョッキーが誰乗るかでだいぶ変わるよね。大きな雰囲気を醸し出し、前走の敗退を糧にして、さあいよいよファンファーレです。頼むぞ北斗ベガ、勝ってくれよ。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大阪枠のアムールカントリー。 ゲートに入って体勢が整いました。明日のためだからもうスタートしました。エアフォース、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエアフォース行きました。続いて前へ行くのはケイウーマ、さらには山下ローレル、漆黒の馬体、マザー東証、その後ろエイシンセレナード。後方から少々スローペース、
後方の馬は届くでしょうか。前はマザー東証、経由馬ほとんど差がありません。3番手にマックスジョリー、絶好の手応え、マックスジョリー B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はマザー東証、経由馬その後ろ山下ローレル、その後ろマックスジョリー、取ってほしい、追走、本当に取ってほしい。続いています。なんか気分悪いもんな、外からここで負けちゃうとな。内からは山忍者、ただそんだけもう気分の問題なんだけど。内からはエアフォース末広女王、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はマックスジョリー、マックスジョリー、奥田目が頑張れ。2番手はマザー東証、先頭を捉えるか。残り 200m、 マックスジョリー先頭だ。しかし残りわずか、残り 100m、 マックスジョリー先頭、山下ローレル追いすがります。やはり強いマックスジョリー、気分悪いね。マックスジョリー1着2着には気分が悪いね。これはね、1番人気、いやまあしゃあないな、 G1 勝利です。いやここに来て思うのがさ、もったいねえな、渾身仕上げな。いやーくそ、いやーくそって感じだな、ほんとな。まあ何にしてもお疲れみんな。フラワー放牧でいいんじゃね。3周今年はなんか一軍の入れ替わりが激しかった気がするな。まあこの2枚看板はね、安定はしてたはしてたけども、1月4週か、まあこのままでいいかな。さあ誰が乗ってくれるかだな。頭で見えないな、ノエルちゃんの。おいいね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 、問題ない問題ない問題ない。頑張ろう頑張ろう。そして酒井さんっていうね、森さんはいないのか。酒井さんでいいけどさ、全然酒井さんでいいんですけどもね。あらおめでとう。募集総額あまり無茶はしないでくださいって言われたってな。はい、チャラ。マサオミさんでいいのかな。記録コマンドの足跡、はい、からいけるのね。記録コマンドの
足跡。ああ、なんかよくわかんねえ、なんか決めれもしなかったわ。よし、終わりますか。明日最終回、最終夜撮っていくぞ。馬並みのラストランだ。頑張るぞ。では終わり。バイバイ。